開催今回ですね、なんとパンチ企画です。なんすか、皆さんに食べてほしいものがあって。生きてます、中は生きてる。生きてる。なんだと思いますか？柿。柿って書いてるよ。柿って書いてあるんですけど、柿じゃないんですよ。柿じゃない。はい、いいですか？いいよ。はい、伊勢海老。お、すげえ。伊勢海老なんですよ。生きてるから。豪華だね。生きてます。強そう。これ角折れてるさ。角はちょっとこれ折れてるんですけど、大丈夫ですね。普通の状態じゃない伊勢海老を食べてもらいたくて、今日食べるんじゃないですよ。普通の状態じゃない。こいつが柔らかくなる時があるんですよ。脱皮した時なんですよ。おお、そういうことね。ちょっと水槽に入れていきたいと思います。はい。はい。こいつはオスですね。オス、何があんの？こっちにこのなんか4個あるじゃないですか。合計8個。メスはこれがでかいんですよ。こっちが両方かぶさるぐらいの大きさで、これ小さいっていうことはオスですね。オス。はい。逃げたそうなんで先にちょっと入れてあげましょう。入れとくか。おお、いった。よくね、居酒屋とかでね、こういうふうに入ってるよね。はい。そういう人が立ってるよね。意外とあれなのかな？飼いやすい。飼いやすいみたいですね。餌さえあげて水質保ってたら結構長生きするよっていうことなんで、汚してから脱皮させるみたいな。あ、わざと汚してっていう話を聞くんですけど、バランス乱れるとエビって脱皮失敗するのが多くなるイメージがあるんですよ、自分の中で。だから今回はちょっと安定させた水で脱皮させたいなと思ってます。見てくださいね、この角が開いた状態なんですよ。警戒したらこれが閉じて攻撃してくるんですよ、この角で。見てくださいね。あ、本当だ。攻撃してますから。前に突っ込んでくるんですよ、これ。立ててから。これ攻撃って痛いのか？結構トゲトゲしてるんですよ、角とかからって。あ、これで攻撃してるんだ、じゃあ。はい。手袋つけて掴まないと結構手の皮めくれたりしますね。あ、そうなんだ。はい。バラの枝。あれのちょっと柔らかいバージョンみたいな感じですトゲが。今回まず準備したのが白身魚。赤身入れたらちょっと水槽の水質が悪くなるみたいなんですよ。なので白身で。基本何でも食うんだね。じゃあ基本は何でも食います。多分鶏肉とかも食べますね。匂いとかで判断して、ただ食べてるだけなんで。で、個人的に見たいのがあるんですよ。この水槽に入ってる。ああ、なるほど。ハマグリ。二枚貝ですね。伊勢海老ってこういう貝こじ開けるんですよ。なんかやりづらそうだな。中腰で一回折れてから解くでしょうか。これこじ開けるってこと？そう思うじゃないですか。本当にこじ開けるんですよ、これ。やばっ。二枚貝とか足でこんなにやって食べるらしいです。それが見れるってこと？はい。結構ね、貝類好きみたいで、伊勢海老って。あ、じゃあこれから開けようぜ。餌慣れしてないかもしれないから。反応しなかったですね。警戒してるっぽいんですよ。匂いのある刺身からあげていこうと思います。この人たちは私に餌あげるんだっていうことをまずは、はい、まずは仲間だよっていう、はい、どうだ来たばっかだからね。来たばっかだからちょっとあれ警戒してるかもね。警戒してますね。じゃあその警戒を取っていくか。はい、おはようございます。おはようございます。車エビがもういないんですよね。はい。昨日大きさ迎えたということで食べたんですよ。ちょっとね、胸いっぱいですね。心痛い。本当に涙目になってる。名前も決めて、毎日約3ヶ月間か19、10でちょっと1匹だけだったら伊勢海老寂しいんじゃないかなと思って。寂しいね。新たな仲間を探しに来ました。それがこちら、マキシ公設市場ですね。はい。自分初めて来るんですよ、今回。じゃあ楽しみだな。楽しみっす、ね。いろんなエビいるよ。じゃあ入っていこうか。はい。早速いますね、こちら。セミエビ。あ、錦エビかっこいいな。隣の店も見てください。飛び出せ動物の森ですね。もう飛び出せ。こんな狭いとこでもいけるんだな。ね。見てこれ、でかい。ポケモンフレーズ。何これがゾウリー。赤いのがセミエビね。アサヒガニ。アサヒガニ。これ珍しいですよね。初めて見る。これね、歯医者で知ってるんですよ。あ、そうなんですか。未確認生物って言ってびっくりして逃がしたんですけど、知ってるんですよね、たまたま。結構味噌入ってさね、頭でくれたら重いっすよ。これ買うか。はい、買いましょう。はい、事務所に戻ってきました。はい、で昨日すぐキスメルビーで今挨拶しとったな。はーいって手だけ取った。これはさっき買ったよ。これゾウリ、ゾウリエビね。こっちがセミ。確かにこれ上から見たらセミっぽい。ほら似てますよね。ここが羽、こっち頭で、これがゾウリ、こうやって足をこう置くところ、ゾウリエビ。これがとっておきの小林明子かっていうぐらいの衣装。それでもう紅白だった。かっこいいやん、かっこいい。白製にするやつですからね。じゃあ早速入れていきましょうね。やっぱ色が全然違う。花がある。おお、びっくりした。お、下にはイセベルだ。やばい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 、下にはイセベル。お、逃げた。おお、にぎやか、にぎやかだね。背びれひっくり返ってる。大丈夫こいつ。大丈夫っすよ。これ腹筋ないんじゃないこいつ。おお、いった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 。ゾウリちゃん。あ、ゾウリエビね。土足現金ここ。大丈夫？土足現金です。おい。オッケー。すごいすごいすごい、可愛い。賑やか、これ楽しみだ。頑張って生きてくれ。イメージしやすい描いたね、これね、まさに。これ挟まれたら大変なことになりますからね。塗った人とか結構自分の周りに。塗った人？じゃ挟まれて。あ、指塗ったってこと？手切れて。マジ？はい。でかいやつだろ？いや、これぐらいでもあれですよ。結構危ないっすね。マジ？これぐらいでも危ないんだ。気をつけとけんな。おはようございます。クリスマスなんですけど重大発表です。エビが脱皮しました。すごいって幽体離脱してる。自分もこんなしてまじまじと見るのは初めてですね。ちょっと今日誰もいないんでこれちょっと冷凍して取っておきましょうね。あ、柔らかい柔らかい、やったぞ、柔らかいぞお前。おお、すごい。待ってね、向こう持っていきますから。これ見てください。角がね、再生してるんですよ。角折れてるさ。角はちょっとこれ折れてるんですけど、ただちょっとやっぱり変いびつっすね。先っぽがちょっとチンチクリになってますね。伊勢エビの脱皮見るのは初めてなんですよ、今回が。だからどんな感じになるかがわからないんですけど、車エビは1回の脱皮で結構大きくなるんですけど、伊勢エビ意外と大きくならないんだなっていうのが印象ですね。これ泣いてるって言われるんですけど、この触覚をギーギーして音立ててるの聞こえますかね。これ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 、こっちの触覚でこすって音出してるらしいんですよ。これが威嚇の音だったりするみたいで、いやーまた食べるの寂しくなってきました、ちょっと。美味しく食べるために育ててる。美味しく食べるためになのかどうなのかちょっと最近わからなくなってきたでしょ。可愛いんでね。最近まで餌食べてたんですよ、ちゃんとすぐ食べてたんですけど、昨日餌あげたら急に食べなくなったんですよ。予兆だったのかなと思って見向きもしなかったんで、珍しく。でも今回ね、ちょっと GoPro をセッティングしてなかったんですよ。まさか脱皮すると思ってなくて。車エビだったら周期があるんでわかるんですよ。でもこいつらは期間が半年に1回とかのスパンなんでちょっと読めない部分が多くて、で最近水もちょっと変えたんですよ。環境が変わったら結構脱皮しやすいらしくて、そういうのもあって今回脱皮したのかなっていう風には思います。でも成功してくれてよかったです。形整えて冷凍するために締めましょうね。これは神経ですね。締めれた時の合図的な音ってあるんですか？ダラーンってなります。ダラーンってこんな風に。お、じゃあ締めれたんだ今。はい、普通はエビって硬くて押せないんですよ、こんなんやって。こいつ見てください、押せるんすよ、こんなしてから。硬さで例えるとしたらイロハス、イロハスぐらい、水のペットボトルぐらいになります。こんな感じですね、この柔らかさは。じゃあこの子を冷凍していきます。でちょっとお見せしたいものがあるんですよ。これこっち見えますかね、エビの体液なんですけど、これ空気に触れたら酸化していってどんどん黒くなるんですよ。もっと黒くなります。なんでちょっと時間を置いてこれも見てみましょうね。こんな感じで黒くなるんですよ、見てください。すごいっすよね。この黒くなるのなんか防げるらしいんですよ。エビがいるところにレモンを輪切りにして入れてたらちょっと酸化を遅らせることができるらしくて、やっぱ見た目大事なんで、買ったエビが黒くなったら多分嫌だと思うんでやってみてください。はい、はい、今解凍したんですよ。すごい喜ぶ。これ普通に販売もしてないですね。そうですね、これなんかどっか食べられるところあるんですけど相当高かったっすよ。もう買ってるとこじゃないと無理だもんな。はい、ということでこいつ一気に入れます。いってらっしゃい。ありがとうね。すごいな、パンパンになったな。うわっ、こんな感じ。これ迫力あるな。ねえ、すごい迫力。柔らかい。柔らか。大成功じゃん。大成功っすね。これ。もう一回触って、もう一回触って。ほら。熱っ。やば。いい匂い、しかも。頭から丸ごとパクっていけるな。しかも見て、こっち。お、それを膨らんでる。尻尾が可愛い。すごいね。すげえ。素揚げってこんなのあるんだ。うん、綺麗な真っ赤。食欲そそる色だな。これはいい色してますね。はい、完成ですね。完成。で、仕上げに塩コショウ。そのまま食べるんでね、もう。本来どういう食べ方？本来はこっちとかのから食べられないんですよ、これ。ああ、ここ。これをまず。うん。この時点で柔らかいんですよね。うん。あ、こうやって肉にして。うん。すごい、いった。本来食えないところいける、いける。頭からもいけます。これ何マジで生でいい？あ、なんかそのままいけんの？でもちょっとトゲはやっぱりチクチクします。でも全然いける。頭ちょっと夢のようなかじり方、うん、やばー、うまっ、すごっマジでいったよ。マジでいった。俺も頭食べてみたい。一回やってみてください。めったにないからね、うん、柔らかっ、めっちゃ柔らかいね。いただきます。おお、すごい。うん、味噌も出てきた。本当だ。うまっ。俺も食べてみたい。ここから尻尾までいくわけ。ボッキーゲーム。伊勢エビとボッキーゲーム。角の根元ちょっとチクチクするんで気をつけてください。大丈夫大丈夫大丈夫。まだいける。全然いける。やば。伊勢エビ。めっちゃ汁出てる。やばいやばいやばい。だしだし。ここいける。マジ？やばっ、普段こっちめっちゃ硬いですからね。うん、うまっ。これすごいね、トマトの熟したみたいになってる。トマト熟した。ほら。うわ、めっちゃうまそう、ここ。やば。はい。なにトランプ？どれがいい？大丈夫、こっち。はい、マグロさんは。あそこマグロさん。これなるか。ログアウトする。人生ログアウト。うまっ。せんべい。いけるかも、エビせんみたい。うまい。うまいっすか。うん。甲殻類アレルギーの今、甲殻食ってるんだ。見て、これ。やば、柔らか。いただきます。うん。うわ、めっちゃ、すごい。すごいね。巨大な餃子食ってる感じ。ちょっとカニ汁がジュワッとめちゃめちゃ。ちょっとトゲある餃子。今日の俺の仕事これ一口でいい。食いたいって気持ちはあるんよ。まずいとは思わねえんだもん。痒くなるんじゃん。それが可哀想です。そうそうそう。揚げてから味噌汁にしても美味しいです。伊勢エビ。確かにうまそう。うまそう。わお。わお。はい。やば。はい。わあやば。裏どうなってるんですかこれ。あ。これは薄いね。ペラペラ。もうビニールみたい。うん。すごいな。うまっ。全部うまい。あ、明かしといてこっち食うかいって。パンパンだよ。うわ、やば。すごい。パンパンだよ、めっちゃ。ここ絶対うまいやつだ。これはうまいぜ。マヨネーズつけて食いたい。ああ、やばい。あ、マヨやばいね。指マヨ。ああ。しゃぶっていい、これ。いいよ。この汁しゃぶって。このタレうまい。このタレ体液だよ、体液。体液だけ？うん。汗。変な言い方しないで。いただきます。うまいはず、こっち。うわ、贅沢。贅沢三昧だ。アレルギー。アレルギー。アレルギーじゃなくてよかったー。一重に戻れ。アレルギー出て一重になる。うまい。うまい。殻も食ったくさん。少し。合うね。ああ、合うんだ。合う。呪われろ。やばい。きっちゃんも前歯引っ込め。マジうまい。ハローは頭良くなれ。良くなってるしみんな。うん。プリプリだな。いいね。最高。うまっ。育て方間違ってなかった。確かにすごいな。美味しくどうだったな。しかもたくさんあげてた方がいいね、ご飯は。こいつが一番ご飯食べてたんですよ、また。うん。で、いいものいっぱい食べさせてました。クエとか、赤チンとか、カンパチ負けた。マクブとか、ハエもいっぱい、ハエが一番食べてたんじゃないですか。シャコガイとか、アサリが多かったのかな。こいつ結構セミエビから横取りして食べてたんですよ。ああ、なるほどね。食い意地がすごかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。めっちゃ美味しかったですね。かゆいです。いや本当に丸ごと食えたのが面白かった。すごい美味しかったし。新しかったなあれな。ああいうのって売ってるの？いや売ってるのを見たことないですね。もう珍しいんでなかなか世の中には出回らないと思います。はい。今回は伊勢エビを飼育して脱皮直後の柔らかいエビを食べてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。